シカサポチャンネルの兄です。弟です。本日は J1 第2節鹿島アントラーズ対川崎フロンターレの感想となります。結果1対2で負けました。さすがにね、今度ばっかりはね、今度ばっかりはよし川崎に勝てるって思ったのよ。いただいたと88分89分まで勝ってたんだぞ。こっからまさかひっくり返されるとはもう思わなかった。さすがに今回は勝ったと思った。はあ。2回目ですか。今日の前半振り返りましょう。最高の入りだった。入り最高だったよね。何よりゴールが生まれたよね。先制点、川崎相手に先制点なんていつぶりだっつーぐらいに久しぶり。ゴールも綺麗だったし、何より取ってくれたのが知念慶、俺たちの知念慶、知念選手の恩返し団。いやー、あれね、後から映像を今チラッと見たんすけど、思ったよりオフサイドギリギリだった。あ、そうなの。現地で見てては、いや、ないだろないだろないだろの精神でしかなかったけど、現地で見てる分にはね、完全にオンサイドに見えた。あの、僕ら今日バックスタンド、まあ1000円しか払わずに見てたんですが、はい、イーストゾーンで1000円だったんですが、あそこから見る分には全くもってオンサイドに見えたけど、映像を見る分には、あ、これ思ったよりギリギリだなって。やっぱ VAR を見るだけの理由とか価値はあったなと。でも実際改めて見てゴールだったんでしょ、やっぱり。いや、知念選手ナイスゴールでした。あれでスタジアムが一気に沸きました。そこから先は前半人によって意見がまちまちだよね。川崎に押されてるっていう人もいれば、完全に川崎を食ってるっていう人もいる。そんな前半、俺としてはなんだろうな、本当にやばいとこはやらせてないけど、前半特に30分過ぎぐらいからは押され始まったかな。いや、でもそんなに問題だとは思わなかったよ、あの前半を見て。俺も想定内、持たせてるの認識だった。実際前半終了時、ハーフタイムの時に川崎の鬼木監督がものすげえ苦虫を噛みつぶしたような顔をしてたそうなんで、そうなんだ、もうそれが前半の評価ではないかと。俺はね、一つだけやべえなって思ったシーンあったよ、前半で。うん、前半終了間際の山村選手のシュート、あれは入っちゃったって思ったけど入んなかったじゃん。まあね、確か枠の外行ってくれた、やべーとは思ったけど入んなかったじゃん。だから今日のゲームはこれがキーポイントになるっていうつもりだったんですけど。では後半と、その前にこの選手を褒めさせてください。佐野海舟選手、めちゃくちゃすげーです。俺もね、今日ボランチで見たのは初めてか。水戸戦は左サイドバックだったんで。めちゃくちゃすげーわ。本当に回収してくれる。あんなに取ってくれんだって。もうその一言に全てこの選手の良さが詰まってると思います。そもそものポジショニング予測がいいから、めちゃくちゃ走ってるっていうイメージはまあないんだけど、あとはシンプルなプレー、これにとにかく尽きる。ピツカ選手もやりやすいでしょう。ミサオが海外行くから佐野を取ったっていうけど、確かにこれはぴったりだわ。がっつりハマった補強ということは、佐野選手あと数年で海外行っちゃうっすか。そこなんだよね。一番懸念してるのはそこだよね。その頃にはいわき FC に行ったあの男が帰ってきてくれるんでしょ。あー、2年期限付き移籍の下田選手、うん、そういうことでしょ。それじゃ後半戦の感想、まず後半始まってすぐは前半の終わり頃感じた川崎の怖さ圧力を少し押し戻したかなってところ、フラットというか、どっちに転ぶかみたいな流れにできてたよね。もう一回ギアを上げ直した。後半一番ワクワクしたプレーは、50分台だっけかな、60分台だっけ、そんぐらいにやった鈴木優真選手からのドンピシャのスルーパスが藤井選手に通ったとこ、あれをパス出す瞬間、俺が見ててここだっていうところに本当に出してくれた、スピードをタイミング受けてもね、分かってたっていうような、あれが入ってりゃな。まず今日は何よりも2点目が取れなかったこと、これなのよ。あれが入ってりゃ何のことはなかった。いや、だから藤井選手が悪いと言いたいわけじゃないんですけど、今日最大の課題はとにかく2点目が取れなかったこと。俺は課題、交代選手のタイミングかな。去年も言ったな、これ。交代選手のタイミング、もうちょい早い方が良かった、遅い方が良かったとか、そういうこと。遅い方が良かった、引っ張ってほしかった。まあ怪我で知念選手、まあ本当の怪我かどうかはね、何とも言えないけど、変わったじゃん知念選手。こないだもちょっとね、京都戦も終わり頃にちょっと足の調子があれだったので、そこは本当心配です。本当心配。
藤井選手も大丈夫っていうところで変わったじゃん。あと5分本当は引っ張るはずだったのを急遽交代したっつう感じだったが、そんな風には見えた。それが今日のゲームの俺はポイントなんだよ。ですね、つまりそれはあれか、交代選手に不満があるということか。具体的に言うと、今日交代した選手がまあはまんなかったというか、川崎相手に通じなかった。その言葉はあんま使いたくないけどね。俺は海輝選手今日のベンチになんでいなかったんだろうな。なんだ、海輝選手欲しかったと思うんだ。まあなんでだろうね、コンディションなのかそこら辺は何とも言えんけど、今日の流れで言ったらあとは柿田選手ももうちょっと早くプレーさせて欲しかったんじゃないかなって思うんだ。もっと早く見たかった、長く見たかったと。ただそのためには結局2トップのどっちかが早く交代するになるわけで、そこはねちょっとねって。知念選手は長くいて欲しかった、柿田選手はもっと早く交代して欲しかった、でも鈴木優馬選手ももちろんいて欲しかった。じゃあ何、3トップやれってこと？いやー、そういう問題でもないんで、やっぱり優馬選手にここは2列目をって今喋りながら考えてるんだけど、それはそれでやっぱ去年の二の舞みたいなところになっちゃうかな。それじゃあ最後の方いきますか。試合の最終盤、はい、80分までぐらいと最後それ以降でまるで別なゲームを見ている、そんな感じ。押し込まれる押し込まれるってほどではないにせよ、結局いつもの川崎戦、圧力かけられてかけられて、まあやっぱ最後は耐えきれなかったってやつだな。あのコーナーがね、ほんと勝負どころと思ってたんだよね、失点する前から。これ防げば勝て、これ防げれば勝てるぞってところ、だねそのコーナーを川崎の山村選手が退場した後にセットプレーでやられた。あー悔しい、どうやったら勝てんねんって、そのレベルになってるじゃん。その山村選手の退場も、いや正直俺は現地で見ててなかったって思ったんだ。いいのって思ったぐらいだもん。ラッキーってこと？うん、いやー、どうせなんないから、もう選手の皆さん気持ちを強く持っててくださいねって、もうですからねって思ってたら、退場はすごく俺は意外だった。あの時間に退場して勝ってんて、なおかつホーム、そりゃあ勝ちを確信しましたわ、確信しましたわ。2失点目は僕の方からいいですか？うん、どうぞ。何？もう言いたいことがあるんです。10人のライオンとたった1人の愚か者。俺の感想は全然違うの。荒木選手は起死回生のクリアをした。あのクリアがハンドかどうか、もしかしたらこれジャッジリプレイ案件に行くかもしれないんだけど、はいはいはい、あのプレーがハンドであれそうでなかれ、そこは全く重要じゃない。どうせあそこにいなかったら入ってたってるの？荒木選手は最高のプレーをしましたというのが兄貴としての感想。じゃあはっきり言うけどさ、攻撃面でどこが良かったんですか？シュート打ちましたか？そこなんだよな。あのクリアのシーン、退場のシーンに問題はあったとは思ってない、サポーターとして。ただそれ以外のとこよね。交代してきて荒木選手の良さが出た場面があったかっていうと、俺は見つけられなかった。1個セットプレー、フリーキックの場面もあったと思うんだけど、そこもやっぱり素直に合わせちゃったもんな。10番たるもの、時には大胆さで狙ってほしかったんだけどな。そんじゃ今日の試合のまとめといきましょうか。はいよ。川崎を勝たせたい何か的なものは特に全く感じなかった。そうだね、五分のジャッジをしてくれたと、まあ、そこは置いとくとして。おう、やりたいことがやれなくて負けたとか、そんなんではないかな。俺もチームの成長はもろに感じたよ。今日ここまで勝ちを確信したゲームで引き分けどころか負けるまでいったとなると、やっぱどうしても2点目が欲しい。2点目を取るのが川崎戦の課題。いやでもね、これかなり進歩したのよ。今までやりたいこと、川崎戦だとやりたいことをやる前に早々に失点しちゃって、それに対するプランがガラッと変わっちゃったからさ、やりたいことここまでやれた川崎戦ってほんと久しぶりなんだわ。そういう意味では今までの川崎戦よりは納得はしてる。ただただ結果だけが悔しい、結果だけがついてこなかった。楽しかったよ見てて。でも負けは負けっすよ。試合終了直後にゴール裏からブーイングもガーって来たじゃん。ブーって。ああ来た来た。うん、ゴール裏あれね、俺最初選手にブーイングしてたのかなと思ったけど、ね、僕もまあうんそうだよなみたいな気持ちで見てましたよ。でも違うな、多分あれは審判かな、もしかすると。
さすがに PK やり直しは勘弁してくださいよ。退場までしてんだぜこっちはと。一回 PK 止めただけでさ、これだけでももうってなったのよ。ってなって早川すげーってね、うん、終わりにして欲しかったというか、 PK 2回も蹴ったらそりゃ入るって。あれは勘弁してくださいよ。あれ現地で見てて全然分かんなかったもんな。全然分かんなかった。誰が関与してたのか、なんで PK 蹴り直しになったのか全然分かんねえし、説明ねえし、おまけに最終的な判定がこう間違ってるというか、退場はなしとか PK はなしってなってたのに。ああそういやね、うん、電光掲示板に出ることと実際の判定が全然違うのな。 PK 取り消しとかそういうのが出た後 PK 蹴らせんだもん。で退場なしって出た後退場するしさ、なんつかあれ。そんじゃ切り替えて次横浜 FC に勝つことだけもう考えましょうか。そうだね、ここを取るかどうかでかなり変わってくる。連敗なんて絶対に許されないからね。うん、負けんのなんかもう一回で十分だ。絶対にここを取るぞ。このチャンネルを支えてるっていう自覚はありますね。シカサポチャンネルは自分次第かなって常々思ってます。チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃここから先はピッチの外の話です。今回は今季からの鹿島スタジアムの変更点や開幕戦の空気感についてです。俺が最初に感じたのはメルカリロードの飲食店ブース、あそこにテーブルがあって、あれ去年あったかな。あったっけ。ああなかったかもしれんな。あ、あれ便利でいいね。あとアントラーズカラーのテーブルっていうのがまたいいわ。うん、そこがね上がるよね。メルカリロード飲食店ブースの配置もちょっと変わったか。屋根の外に3個ぐらいキッチンカー並んでたっけかな。あれ去年は全部屋根の下じゃなかったっけかな。青空の下でなんか買い物できるってのは晴れた日なんてやっぱいいよね。晴れた日青空はな、あれ雨降った日なんかどうすんだろうって思ったよ。それから国道51号沿いにある5番ゲート、あのね、あそこから再入場できるようになった。バック側、今までは2番ゲートだっけか、あの日本スティールゲート、あそこからじゃないとダメだったのよ。そのせいで1回バックスタンドの人も必ず2番メイン側に行かなきゃなんなかったんだけど、まあこれがねメイン側のチケットを買った人の特権っていうことだったんだろうけど、うん、結局バックの人もあそこに1箇所に集まるから行列がひでえわけよ。結果メインの人も迷惑してると行列になっちゃって、だから分散してくれたのはすげえ助かりました。お互いこれでウィンウィンってやつですわ。うんうん、声出しもねできるようになったしね。これやっぱあるよ、声出しってあの 100%、 うん、100% 収容人数でできるようになったってやつ。うん、ゴール裏以外でもさ、まあ、残念ながら今回はあのチケットピアさん側の販売ミスがあったらしくてゴール裏ちょっと席余っちゃったんで、そこは残念だったんだけど。そうですね。ああそうだ、あと鹿尾たちとハイタッチしたやつ。ああ、ったね、あれも久々だね。いや懐かしくてさ、あれ俺もハイタッチやってきたのよね。1回目はイエーイって感じでやってさ、2回目はあのおめえさっきやったやつ感じでもうすぐボフンって押し返された、うん、はい、大人の対応。あの2回やったらあのボフンっておめえさっきやったよなって押し返されました。いやあのこれ鹿を悪く言ってるんじゃないですよ、あの僕がねあの2回やっちゃったのがまずいんで、あの鹿を悪く言わないでください。はい、あとは開幕戦の試みなのか、楽器隊自衛隊の方々、自衛官の方々来てくれて生演奏での選手入場、あここでやんのかって思ったもん。すげー上がった。 あれかっこよかったよな。うーん、よかったよ。あれかっこよかったから毎回やってほしいけど今日だけか。いやだけでしょだけでしょだけでしょ。君が代も良かったしやってくれんだって思って。まあその辺は著作権に引っかかるんで、あのロケ動画の方では出せないんですが。そうだよね、まずい。ここかなって出したら何言われるかわからん。最後にスタジアムグルメのお値段ですか。いや先週もちょっと言ったけど、はい、やっぱ上がるとこ上がってたというか、正直全店舗全メニュー上がるぐらいを覚悟してたから、逆に上げないところがあって、いいんすか本当に大丈夫なんすかって心配になるぐらいだった。思ってたよりはだよね、思ってたより上がってなくてほっとしたかな。ほっとしたか、まあ確かにそうなんだけどさ、まあいつかどっかで上がっちゃうからさ、そういう時はあれよ、メルカリやりましょうっつう話。前もどっかでいやまあ言ったかもしれんけど、あのこれから先さ、今日上がんなくても上がることはあるかもしれんわけで、はい、もうそれは値上げは受け入れなきゃならんところもあるわけよ、はいはい、だからどうにかして少しお金を増やしましょうっつう話なんだけど、まあメルカリやればいいんじゃねえかなと。あの具体的に言うとね、本当はねメルカリで売る方、売りを覚えるとメルカリって本当に楽しいんだけど、いきなりメルカリやろうってなって売りから入るのはきついから、まずはメルカリで買う方だけでも節約にはなるんじゃないかと。
例えば今まで買ってた服とか靴、新品で買ってたやつをメルカリで買うと。メルカリで買えばだいぶ安くなるから。俺服も靴もユニクロぐらいで、一番高い服ユニフォームよ。ああまあまあね、まあそういう人はなんだろうな、どうすっかな。うんうん、メルカリで金券のカテゴリー行けば確か株主優待券とか売ってるから、そこでドラッグストアの優待券とかを5000円分が4000円分4000円で売ってるとか、そんな感じだから、それを買えば1000円分浮くと。まあさすがにね、ドラッグストアなら全く使わないって人いないでしょ。ティッシュペーパーとかトイレットペーパーぐらい買うじゃん。今の時期なら花粉症とかね。そう、マスクも買ったりさ。まあマスクはネットの方が安いってのもあるんだけど、まあそれはまあ置いとくとして、そういう生活必需品を安く買って、その分を値上げされても対応していきましょうと、そういう話ですわ。アントラーズに還元ね。で何回かやってるとだんだんメルカリって売るのをやってみたくなったら、これを覚えれば本当にいろいろと、いやあのメルカリで儲けようとかそんな風に考えちゃダメなんですよ。値上げ分を対応しようぐらいだったら、本当に身の回りにある不要品を売ればそれだけで済むんで、そんな感じでスタグルの値上げには対応していきましょうという話です。我々もまあきついんすよ、実際スタグルの値上げって。ただもう受け入れなきゃならないことなんで、まあやっていきましょうと。そうだ、スタグルの話で一個思い出した。はい。あの今日本当は払い飯を食べるつもりだったんですよ。はい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 。でもメインエリア列がぐっちゃぐっちゃで、今並んでる列がどの売店の列だか全然わかんねえの。おかげで払い飯の列に並んでるはずが別なところだったから、これ今から並び直したら間に合わねえなっつうことで払い飯は断念しましたと。はいはいはい。あの辺の列整理はちょっと改善していただけないでしょうか。例えば最後尾の人が、列に並んでる最後尾の人が、ここは何々の最後尾、何々売店の最後尾ですよっていうプラカードを持つとか、ハラミ飯のもつ煮の、まあこれ客にそういうなんかやらせんのかっていうのはあるけど、コミックマーケットで実際やってる方法なんですよ。これは何々店の列ですよって。なので結構このやり方実際便利なんですよ。ぜひご検討いただけたらと思います。それで改善してくれんならね、店もありがたいんじゃないの。それでは今回の動画はここら辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、グッドボタン、ベルマークの通知、コメントよろしくお願いします。兄貴はツイッターもやってます。概要欄の一番下のところにリンク貼っときますんで、ぜひそちらもチェックしていただけないでしょうか。概要欄ってあの動画のタイトルとか、もしくは説明文あたりをね、ポチッとクリックするなりタップするなりしてもらうと、あのいろいろ詳しく出てくると思うんで、そこの一番下に書いてあるんですよ。ぜひとも、ぜひともよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。あの今日スタジアムの外観を撮影していたら、たまたま別のサポーターの方に話しかけられたんですよ。これいいカメラですねとか。いやそこで初めて当チャンネル、YouTube チャンネルと言いますと、そう、それを説明できたんで、これも日頃から当チャンネルをご視聴いただいている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。これからも鹿サポチャンネルをよろしくお願いします。よろしくお願いします。